こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日もですね、 YouTube の方で、お問い合わせといいますかね、URL の送信をいただきました Mr.M さんに、返信動画メッセージでございます。今回の動画もですね、シルベスタスタローンさんの名言になぞらえての筋トレ腹筋ローラーチャレンジなんですけども、今回ね、気づいたことは2つあります。1つはですね、腹筋ローラーチャレンジ、結構ね、楽しみながら続けていられるかなっていうことと、腹筋ローラーのね、うまくいくコツがちゃんと入ってるんですよ。こうやってね、グッといくときの壁に当てて戻っていくみたいなのね、こういうのは本当にね、続く秘訣といいますか。で、お腹の筋肉もちゃんとね、つけているっていうところですよね。こういうふうなところにもきちんとメッセージが入ってるなっていうのと、もう一つはスタローンさんの名言を最初にやると、ギャグめいているんですけども、結構ね、こうモチベーションが上がると言いますか、なるほど、そういうふうに考えればいいのかなっていうふうに気づけるところなんですよ。だから名言とね、それから筋トレのコツ、この2つが1つの動画で楽しめるというね、とってもお得なセットでございます。そしてですね、このシリーズまだまだ続くみたいなんで楽しみにしたいですね。私もね、シルベスタスタローンさんの名言を知らないものが多くてですね、非常に興味深く見させていただきました。今日のスタローンさんの名言というのは、苦しい時とか辛い時とか、人生に自分が痛めつけられている時、自分の何が分かるのかなっていうところが魅力的な、名言になってますよね。ぜひね、皆さんもご覧ください。それでは